カールフリードリヒガウス、ヨハンカールフリードリヒガウス、1777年4月30日から1855年2月23日は、ドイツの数学者、天文学者、物理学者である。彼の研究は広範囲に及んでおり、特に近代数学のほとんどの分野に影響を与えたと考えられている。数学の核分野、さらには電磁気など物理学にも彼の名がついた。 法則、手法等が数多く存在するガウスにちなんで名付けられたものの一覧。19世紀最大の数学者の一人であり、18世紀のレオンハルト・オイラーと並んで数学界の二大巨人の一人と呼ばれることある。ガウスはドイツのブラウンシュバイクでレンガ職人の親方であった父親とつつましい母親の下に生まれた。子供の頃から彼は振動ぶりを発揮し、逸話として 小学校での話が残っている。ある時、一から百までの数字すべてを足すように課題を出された。それを、彼は、一百イコール百一二九十九イコール百一五十五十一イコール百一となるので答えは百一五十イコール五千五十だ、と即座に回答して、教師を驚かせた。実際、三述の教師は、彼の才能を見るにつけ、 このような天才に自分が教えられることは何もないと言ったそうである。教師はガウスの父親にガウスに数学を勉強させるように何度も説得したそうある。そして彼は多彩であったため音楽や言語学にも興味を持ち将来何になるかを迷っていたそうである。また1792年頃15歳当時の彼は1日15分ずつの 予備の時間を当てて千個ずつ自然数にそれぞれいくつの素数が現れるかを調べ、その次第に減っていく様子から約百年後に証明されることになる素数定理を予想した。ガウスは言葉を満足に話せるようになる前から誰から学ぶこともなく計算ができたと言われている。彼がまだ三歳になるかならないかの頃、父親が職人たちに支払う給料の計算をしていたとき、彼は 父親の計算が間違っていることを、そばから指摘した。父親が驚いて、計算をやり直したところ、息子が指摘した通りであったという。また逆だるの体積を求めるにはそれをスライスした、面の面積を調べて積み重ねればよい、という積分の概念にも、自力で到達していた。7歳になるとガウスは、地元の小学校に入った。ここでビュットナー校長によって、算数を習うものの、 すでにガウスは習得済みであった。このため校長は自費でより高級な三述の教科書をハンブルクから取り寄せたがすぐに読み終えてしまった。ここで校長はこれ以上教えられることはないと述べたようである。そこで校長は助手であるヨハン・バーテルスにガウスを任せることにした。ガウスとバーテルスは共に学び教科書を改良したり、 新しい概念を生み出すようになった。バーテルスは、ブラウンシュバイクイコールボルフェンビュッテルコフェルギナントの知人であり、フェルギナントの経済的支援によって、ゲッティンゲン大学に行くことになった。大学では、ハンガリー貴族であるボーヤイ・ファルカシュ、独語表記、ファルカシュ・ボルフガング・ボヤイと友人になった。ボヤイが、ガウズの家を訪ねた際、ガウズの母はボヤイへ、息子は優秀かと訪ね、 ボヤイがガウスはヨーロッパ一の数学者になるでしょうと答えると母は泣き崩れたという。ガウスは奨学金を得て大学に進み数々の重要な発見を行った。彼は古代ギリシアの数学者たちに起源を持つ定義とコンパスによる正多角形の作図問題に正確な必要を十分条件を与え正十七角形が作図できることを発見した。 1796年3月30日、作図できる正素数角形は古来から知られていた正三角形と正五角形のみだと考えられていたのでこの発見は当時の数学界に衝撃を与え、作図できる正多角形の種類が増えたのは約2000年ぶりのことであった。彼はこの結果を非常に喜び、この成果である正十七角形を墓標に刻むように、 申し入れた、結局、これは実現されなかったが、彼の記念碑には、正十七角形が刻まれている。また、この発見の日より、数学的発見を記述したガウス日記をつけ始め、また、自分の将来の進路を、数学者とすることに決だと言われる。学位論文で彼は大数学の基本定理を最初に、証明した。後に彼はこの問題に対して三つの異なる証明を、 行い複素数の重要性を決定づけたガウスの最も偉大な貢献は、数論の分野である。この分野だけが、その全貌ではないにしろガウスの研究が体系的にまとめられて出版された。それが1801年に発表したディスキッションスアリスメティッキーであり、そのほとんどのページがに、三元の二次形式の研究に当てられている。この本は、 数の合同の記号を導入し、合同算術の明確な表現を与え、平方乗用の相互法則の初の完全な証明などが与えられている。自然数の素数による一分解の定理が明確に限明され、証明されたのもこの本が最初であった。また、今日でいうところの円分体の理論が記述されているほか、素数定理に対する予想が述べられている。しかしこの本は、あまりにも、 時代を抜きんでた難解な著作であり、その上出版社の問題から発行部数が相当低かったこともあって、実際には当時理解できるものは限られていた。結局それがようやく大勢に理解されるようになるのは、それを詳しく解読し抗議したディリクレの時代になってからである。ガウスは発表はしなかったが、解析学の分野でも時代を先んじた研究を行っていた。 当時はまだ複素数が完全なる市民権を得ておらず、できれば使用を避けたいという風潮のあった時代であった。そのため、ガウスは大数学の基本定理を証明した学位論文では誤解を避けるために虚数を表に出さず、多項式が実数の範囲内で一時または二次の因数に分解されるとした。そのような時代にあっても、早くから虚数への偏見から完全に自由であった。 ガウスは複素数の世界に深く分け入り、数多の美しい結果を得た。まず1797年から始まる、楕円関数の最初の研究、レムニスケート関数の発見である。そして1800年には、一般楕円関数を発見し、その理論を展開した。楕円関数の発見が世の中に最初に公表されたのは1828年のクレル史上の ニールス・アーベルの論文によってであるから、ガウスがいかに時代を先んじていたかがわかる。また同じ1800年頃、モジュラー関数を発見してその理論を組み立てたが、それはデデキントの同種の仕事に先立つこと50年であった。一方、関数論は1825年のコーシーの虚数積分の論文に橋を発し、その後30年をかけて、 対象としての解析関数の認知にまで発展したが、ガウスには1811年にはすでに、後に、コーシーの積分定理として知られる事柄を確実に、把握し、使いこなしていた。すでに1790年代の中頃から、ガウス平面上で物事を考えていた。ガウスの目には二重周期関数の存在は自明で、三角関数の拡張を目指して、楕円積分の逆関数を考え、 その結果、楕円関数を得たのも、ごく自然の動きであり、また複素積分での積分炉の役割を考えて、コーシーの積分定理の内容に包着したのもれまた、ごく自然であろう。ガウスは、そうした成果の全てを発表しなかったが、彼が、そのように、自身の成果を発表せずにいたのには、いくつかの要因があると思われる。その一はガウスにとっては研究で、 美しい結果を得ることが最大の報酬であり、他人の認知を必要としなかったことである。そしてその二は、世間の無理解、誤解によって生ずる論争の煩わしさを嫌ったことである。実際、ガウスは、非ユークリッド幾何学の可能性についての自身の考えが世に漏れることに極めて慎重であった。そしてその3は、当時の成果発表手段の乏しさである。その頃は、 今のように論文原稿を送るべき学会誌や論文雑誌は存在せず、成果発表は主として自家印刷の小冊子や単行本によったしばらくしてシーンや大学の起用も、実際ガウズの整数論は単行本として発表された。そしてアーベルの代数方程式に関する論、語字の一般的な方程式を解くことの不可能の証明は、 自家印刷の粗末な冊子として出されて、その時は世間に認知されずに終わった。アーベルのこの論文や楕円関数論が世間に認知されたのは1826年に論文雑誌、クレデシが創刊され、それに寄稿しての話である。このような時代にあってガウスは解析学の大著述を計画するが、研究が進展して考察の範囲が止めどもなく拡大していき、 完結の機会を意し、また測量学の実地での測量や膨大な数値計算、天文観測などで多忙であったこと、ナポレオンによるヨーロッパの政治混乱による経済的困窮などにより、ついに世に出ることがなかったという。1809年にガウスは、テオリア・モートス、天体運行論の中で、彼の主要な研究であった最小時情報の振る舞いについて記す。これは、 現在の科学ではほぼ全ての分野で観測等の誤差を含むデーから推定値を求める際の計算法として用いられている。また、誤差の分布に対してある程度の過程を設けることで正規分布が導かれることや正規分布に基づいて最小事情法による推定の良さ、今の最優推定が導かれることなどを証明した。これについての論文は1805年にアドリアンイコール マリルジャンドルが発表していたが、ガウスはこの理論に1795年には到達していた。ただし、これがルジャンドルとの選手権をめぐる、いざこざの原因となり、面倒を嫌うガウスの秘密主義を招いたとも言われる。ガウスは、ブラウンシュバイク公爵から援助されて、研究生活をしていた。それを不満と思っていたわけではなく、生活に困ってもいなかったが、 数学そのものが、それほど世の中の役に立つとは考えいなかった。中、職業数学者というポストが成立したのは主に、大学制度ができてからで、それ以前は、貴族王公の名誉を支える一種の芸人として、使えるあるいは女性を受ける者として、あるいは自然科学や産業上の研究と、不可分な形で、または、個人の名誉の探求行為としてのみ存在した。そのため、 彼自身は天文学者になることを願うようになり、1801年に発見後行方不明になっていたケレスの軌道決定の功績が認められて1807年にゲッティンゲンの天文台長になった。そこでも測定用機材の開発、ガウス式レンズの設計、楕円関数の惑星の接動運動への応用、力学における最小作用の法則の定式化の一つである。 ガウスの最小高速の原理など数々の発見を行っている。1818 18年にハノーファー王国の測量をする測定装置のために後に大きな影響を与えた正規分布についての研究を始めた。これは測量結果の誤差に関する興味からである。 またこの時の測量成果の取りまとめにあたり考案した当角写像による地球大円体表面から平面への地図投影法はガウス・クリューゲル図法として今日においても世界各国で活用されている測量への興味から局面論を創始し後のリーマン期科学に影響を与えた1827年に局面の研究を出版し局面の面積と対応する 単位球面の面積の無限消費として意味付けられる極律、今ではガウス極律と呼ばれるが、極面の内在的量にのみ依存することを示し、ラテン語で脅威の定理と呼んだ。この定理は微分幾何学においてガウスの基本定理、あるいは単にガウスの定理とも呼ばれる。ガウスは非ユークリッド幾科学の一つである、双極幾科学の発見者でもある。 しかしそれに関する発表は一切行わなかった。友人であるファルカス・ボルフガング・ボイイはユークリッド幾何学位の氷を発見しようと多くの年月を費やしたが失敗した。ボイイの息子であるヤーノシュ・ボイイは1820年代に双極幾何学を再発見し1832年に結果を発表した。これについてガウスは書かなくて良くなったと発言している。この後、 物理学の分野で、これが現実の世界にどれだけ打倒しているのかを計測しようと試みている。また、地球磁気の研究に関連して、風鈴級数展開の高速な計算方法を開発し、データ数が2のべき乗の場合についてを論文に記述しているが、これは、後の電子計算機の時代に、FFT として定式化が再発見された方法と、本質的には同じものである。 また1831年には、物理学教授のビルヘルム・ベイバーとの協調を行い、電磁気学について多くの回答を与えた。ガウスの定理、ガウスの法則、ガウス、時速密度の単位ガウス単位系は、彼のにちなむ、電気でのキルヒホッフの法則にあたるものを発見し、電信装置を作り上げた。これは1873年のウィーン、万国博覧会に展示された。なお、 モールスはこの話を旅行中の戦場で人から聞き、試作の末に電信符号を発明した。ガウスト・エイバーの電信機は電流系の針の触れ角の大きさで通信をするアナログ方式であったが、モールス符号はデジタル方式である。またモールスは英文に対して符号長が平均的に短くなるように印刷所の活字の割合を参考として符号の割り当てを決めてもいる。 また、ガウスは、液体の表面張力や毛細管現象などについての研究も発表している。ガウスの研究の思考はその時代に、自然哲学の巨星であった、ニュートンやオイラーが成した業績を、さらに前進させといったものが多かったように思われる。彼は、数学の教授になったことはなく、教師となることも嫌ったが、リハルトデー・デ・キントや、ベルンハルトリーマンなど彼の弟子たちは、 彼の領有で後継者としてユダヤ人初の聖教授となったも才能を引き出され偉大な数学者となった。ガウスは信心深く保守的な人物だった。君主制を支持しフランス革命の際にはナポレオンと対立した。彼は他の数学者と一緒に何かをすることはほとんどなくあまり人と打ち解けることのない厳粛な人だったと多くの人が伝えている。 私生活では、最愛の妻、ヨハンナ・オストホフ、ヨハンナ・オストホフ、1780年から1809年、が若くして亡くなり、さらにそれを追うように、次男ルイスも養成するなど、暗い出来事が続いた。特に彼はヨハンナを精神的な意味も込めて、溺愛しており、彼女の死は、彼の精神に、大きなショックを与え、以後完全に回復することはなかった。 ルイスの死後すぐに、フリーデリカ・ヴィルヘルミーネ・ネバルトエック、フリードリカ・ヴィルヘルミン・ウォルデック、愛称みんな、みんなと再婚したものの、この結婚から得られた幸せは希薄なものだったようで、ある。ガウスは、ヨハンナの面影が忘れられず、再婚相手のみんなへの手紙にも、そのことを書く始末であった。みんなも百三十一年に長い病気の末に、亡くなり、その後は、娘のテレーズ、 デりレーズが、身の回りの世話をしていた。また、ガウスは母親とも1812年から彼女の亡くなる1839年まで一緒に住んでいた。子供は二人の妻に三人ずつ、合計六人を受けた。ヨハンナとの間の子供は、ヨーゼフ、ヨーゼフ、1806年から1873年、ビルヘルミーナ、ビラミーナ、愛称はやはり、ミン。 1808年から1846年、ルイス、ルイ、1809年から1810年である。中でもビルヘルミーナの才能はガウスに近いものがあったと言われているが、彼女も若くして亡くなってしまう。みんな、バルトエックとの間の子供は、おいげで、ね、ユージーン。1811年から1896年、ビルヘルム、ビルヘルム、 1813年から1879年、テレーズ、テレーズ、1816年から1864年、がいる。おいゲねは1832年頃父の元を離れて、アメリカ合衆国ミズーリ州のセントチャールズに移住した。しばらく後に、ビルヘルムもミズーリ州に渡り、農業を始め、後に、セントルイスで靴のビジネスで成功した。テレーズは結婚した後も、 ガウスの面倒を見て、家に泊まった。ガウスは、ゲッティンゲンで1855年に亡くなり、アルバニ・フレデホフの墓所に埋葬された。1989年から2001年に、ユーロ紙幣となるまで、彼の肖像と、正規分布曲線が10マルク紙幣に印刷されていた。生涯彼の弟子であったジーワルド・ダニングトンは、ガウスの伝記、カール・フリードリヒ・ガウス。 科学の巨人など多くの著作を残した。1989年から2001年まで使われた10ドイツマルク紙幣にはガウスの肖像画がガウス分布の図、式と共に描かれていた。2002年国際数学連合とドイツ数学界はガウスの辞席を記念してガウス賞を創設した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。